宮城県気仙沼高等学校は、宮城県気仙沼市屋座上落に位置する県立高等学校である。略称はケタ2005年度に既存で、男子校の宮城県気仙沼高等学校と女子校の宮城県金谷が浦高等学校が再編統合されて、共学校の宮城県気仙沼高等学校となった。さらに2018年度に、 宮城県気仙沼西高等学校と統合された。以前は登山部が存在した。女子の制服は、金江が浦高校の黒セーラー服を引き継いでいる。金江が浦高校と気仙沼高校が統合する際、従来のセーラー服とは異なる制服を新たに採用する案があったが、在校生や卒業生が反対。 生徒会が制服改定反対の署名を集めるなどした結果、伝統あるセーラー服が統合後も残されることになった。なお、宮城県の公立高校で現在セーラー服を制服に採用しているのは、本校の他は、仙台市立仙台清涼中等教育学校後期課程の夏服だけである。2011年の東日本大震災の際には、本校体育館が、 避難所として使用された。また、震災の影響により気仙沼線が普通になったため、これを利用していた生徒らが通学できなくなった。この生徒らは、本校の武道館で生活したり、転校したりした。ありがとうございます。